はい、皆様こんばんは。今週も少し遅れてしまいましたが、今週も配信やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。今日もいつも通り21時過ぎ頃から、ミニ大会やりますので、それまでは文字合いの放送をお送りいたします。では、ごゆっくりどうぞ。Yeah!
Oh, yeah!
Thank you.
Thank you.
あ、聞こえる聞こえる、あ、では2017年11月17日第53回四季の細道の大会を始めたいと思います。パチ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 。じゃあどっち、もう試合は、ワンピー側が、中さん、ワンピー側が中さんで、違う逆、ワンピー側がエクスパーさんで、ツーピー側が中さんですね。今日は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17人、今日は17人となっております。さあ、では、第53回四季の細道始めたいと思います。さあ、ワンピー側がエクスパーさんの竜と、ツーピー側が中さんのガイルですね。さあ、開幕始まりました。さあ、ソニックから竜巻でかわす、竜巻もう一回で、さあ、リフトアッパー、中キック、しゃがみ蹴り、波動と、こうリズムが、かなり、噛み合っていると言ってしまいます。しかしこの中さんのガイルも、すごい動きが、こう投げ、そこを、竜巻で投げて、しかし投げる、非常にスピード、1回目から、1回戦から、その第1試合からスピーディーな展開ですね。竜巻やって、さあ、ジャングルチューキック、ソニック、ソニック当てる、さあ、ここでピヨって、足腰っと、中さんが1本取りました。さあ、2本目、さあ、開幕、しゃがみチューキック、いや、リスクだけ、ソニック当てて、竜巻、こうやって、竜巻を誘うような動きで、中さんのガイル、素晴らしいですね。ハードソニック、ハードソニック、チューキック、サマソー、そしてそこをシンク、ここでさ、もう一回竜巻、そこまで竜巻を出すかっていうくらいにエクスパーさんの竜巻は、しかし暴れてるように見えても的確に当てれてるところがいいですね。さあ、ソニック、さあ、これ、あ、そうそうそう、裏剣をしゃがんでいく、さあ、投げる、うまい、一本取りました。さあ、3本目、開幕上下がる、さあ、ソニック、竜巻、しゃがみ、中パンチが来る、そこで暴れるようにシャンマーとす、さあ、もう1回竜巻、そこでリフトアッパー、さらに竜巻をやるが、また竜巻やる、さらにやる、そして中さんがちゃんと冷静に見て、飲みながらうまく当てていって、ここでシュート当てて、あー、そこを狙ったところをうまく読んで、中さんが左目勝ちに来ました。さあ、2人目は、ネロさんですね。さあ、ネロさんのガイルと、中さんのガイル、ガイルガイル対決ですね。ソニック、ソニック、ソニック、ソニック。ソニックで前を吹いていきたいところ、一回当たる、さあ、冷静に、なんか、さあ、そこをネオさん飛ぶ、さあ、ソニック当てる、振り当てる、さあ、非常にガイルガイルは見ていながら、もうじりじりと近づきながら手足を当てる攻防で、最後まで目が離せない試合ですね。さあ、じゃあ、しかし、しゃがみ台キック前、しかし、ゲージが固め止まっている状態だが、ソニックを当てて中さんが1本取りました。3本目、ソニック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 当てる、ソニック当てる、ソニック当てる、ソニック当てる、しかしガードした方をしゃがみ中キック、さあ、ソニック当たる、ソニック、ソニック当たる、ソニック、ソニック、ソニック、お互いソニックの操作数、さあ、さあ、蹴りをうまくお互い中さんうまくガードしてる、さあ、そう、今当てる、さあ、これで、ね、戦いうまく当てて、さあ、ソニック当たる、さあ、まだ分からない、さあ、ソニック、ソニック、もしかして、おお、しかし、飛ぶ君のリフトアップは素晴らしい、さあ、ソニック、操作数、お互いてる、さあ、中キック当たる、いいぞ、これは、さあ、残り中キック、さあ、ピュッター、さあ、ここで1本取り返しました、ネロさんのガイル、見事、さあ、3本目。さあ、ソニック、ソニック、ソニック打てる、ソニック創殺、
ソニック、しかしそのガードスレイガードソニック、ソニック当てる、はい、しかし中さんがまだライフが満タンだがまだわからない。ソニック、さあソニック当てる、ソニック、ソニック当てる、ソニック当てる、さあここでうまくうまく打ち返りたい。まだ時間はいっぱいあるから勝負分からないが、最後はサマソート前、さあここで岡部の打球、あーしかし中盤違ったる、さあソニック、さあもっと、さあサマソート、さあソニック当たる、まだまだ分からない、残り20秒、あーしかしやっぱ当たって中さんが2人抜きとなりました。さあ次はセロテープさんですね。セロさんが今日は一人目から、ザンギーフですね。さあセロテープさんのザンギーフと中さんのガイル、さあソニックでうまく膝蹴り飛び込む、さあ中さんのこのしゃがみ中キックうまく当てるところが素晴らしいですね。そこでさあしかしパワーボムで近づいて、さあダブルアレ当てる、ダブラビーダブラビー行ける、そこでまだ分かんない、さあしかしリフトアッパーをやっておれるところをしゃがみ蹴りやって中さんが1本取りました。さあ2本目、ソニックソニック当てる、ソニックソニックでソニックで受ける、さあ、もう当たる、蹴りを当てる、蹴りを当てて、蹴りを当てて、さあ、リフトアッパー、足を吸い込んで、さあ、いけるか、さあ、残り1、2ちょっと、さあ、さあ、頑張れ、頑張れ、さあ、それに頑張れ、さあ、しかし、素晴らしい、1本取り返しました、素晴らしい、おー、観客からは驚きの、ドーンという歓声が、出ると思いますか。ソニック、ソニック、さあ、ジャンプパンチで、さあ、D 近づく、さあ、しかし、飛び込んできたところ、しゃがみ中継でうまく当てる、この前の取り方が、非常に中さんのガイル、うまいですね。さあ、おーっと、今のは取っておきたい、あー、ピョってしまった、さあ、だーいやー、惜しかった、短い扱いで、これで中さんが、3人抜きですね。さあ中さんのガイルがどうか、さあ次はペルオさんですね。さあペルオさんがバイソンですね。さあここで中さんが4人抜きとなるか、それともペルオさんが勝つか、さあ1本目です。さあ注目のガイルバイソン、さあ開幕からいけないよ、あと当てる、さあ伸びるパンチで、さあここでビシビシと当てて、さあすいません当てる、さあうまく突き読み込んで今は当てる、しかしそこを飛び込むようにさせる見せかけをしといて、こうやってサマソを当てる、さあソニックでソニックいける、さあもう一回ソニック当てる、さあこれさあここでいって、さあゲージが溜まってる、お互いゲージが溜まってる状態で、さあここでさあおっとこれは素晴らしい、ペロさん自身も踊ってる、さあ1本取りました、さあ2本目、さあ立ち大パンチのこの距離をうまく当てて、さあしかし中さんのこのソニックブームの当てがうまいですね。さあソニックさあソニックのプレッシャーで飛んでしまってサマーソルト、さあソニックね、さあしかし当てる、立ち小パンチやってる、さあ全くソニック部分が止まる心知らない中さんのガイル、さあ裏剣チキック、ソニック、さあここでさあミスペースだった、さあこれあるか、さあいけるか、残り15秒、うわー素晴らしい、ペドーさん一人抜きとなりましたし、非常に素晴らしい試合でした。次がスーさんですね。素晴らしい、ペローさんの1本目も自身が驚いてた1本ですが、
しかし3本目はもう見事に取りまして、さあペルオさんのバイソンと、S さんの S 流ですね。さあ S 流とバイソン、パチキックで渡って、さあ同拳同拳、さあヘッド当てて、さあしかしヘッド2つ超えて大足で当てる、さあ立ち消えフィントかけながら、しかしフォアを当てる、フォアを近づく、フォアフォアと近づく、さあ同拳アウト出る、さあ同拳同拳、さあきっちりとレースに見てペルオさんが1本取りました。当てる波動拳、さあ今の立ち消キックいいですね。さあ大キック、さあ10カ所キレ裏に回る、さあ今の大キックの当ては非常にうまいですね。さあ大当てて、さあバイソンがゲージを止まってる、さあ当てる、今近づいてやるところを今反応取ってシャムチェックを当てる、あー今のうまいですね。スーさん1本取り返しました。さあ3本目、さあ勝利拳加入勝利拳、さあこれ来るか、さあ波動拳当てる、さあ勝利拳、さあめくり出す、さあいいぞスーさんがかなりいる、シャシコでゴチゴチが当たる、さあ大王は、さあヘッドバット当たる、さあゲージが溜まる、さあまあ時間がまだたっぷりあるので非常にペルオさん的には非常に気持ち的にはかなり、しかし今も危なかったね、かなり危ない試合でしたが、ペルオさん自身も非常に心臓爆発の状態で今2人抜きになりました。さあ次が破天荒さんですね。さあペルオさんがさあ非常にご自身も驚くこのその動きを、しかし動きなんかも非常に冷静に見ながら的確に狙っているこのバイソン、非常にこれをどうやって破天荒さんの竜が崩していくか。サコン投げる、後ろに行く、当たって一本取りました。素晴らしい、天候さんの今のバイソンさんいいですね、素晴らしい。波動拳、さあハイヤード、ハイヤード、この距離をうまくキープして波動を出して、さあしかし、さあ今の狙ったのが勝負拳、さあ勝負拳、しかし浅い、勝負拳が取る、勝負拳ガード、波動拳、さあシンク、ああしかし冷静に見て1本取り返しました。さあペローさんがいい展開、波動拳、波動拳、さあワート、ワート当てる、さあワート当てる、さあ体力的には相当に有利、さあゲージも止まって、スパコン当てたい、あーしかし冷静に見てペルオさんが 1,2,3 人抜きですね。次が中さんですね。先ほどは、中島さんで、次に出られるのが中さんですね。さあ中さんの、フェイロンですね。さあバイソンとフェイロン、これはどういう展開なのか、ここね、さあこうやってどしどしやってて、ほいほいほいと、しかしペローさんのバイソンが冷静に距離を取りながらの的確に当てるこの部分は素晴らしいですね。
距離をかなり不動産のバイソンがキープして、まあ、的確に当ててますね。1本取りました。ここでフォアアウト当てて、さあ、さあ中さんのペロンがそこへキープかける。ほいほい。さあ手足当てるのも非常にうまい。さあ中さんのフィロンがかなり、さあ投げ返しで1本取り返しました。さあこれはわからない勝負が3本目。おさあ素晴らしいフェイドのコンボ。さあもう一回当てる。素晴らしい。あしかしヘッドに出した。さああるかあるかあるか。さあペロンさんかペロンさんか。さあさあゲージが溜まる。あしかしガードをしてしまう。あ素晴らしい。中さんは中さんが100万ドルの指で両手かつまさけてペローさんが非常に悔しがってるこのボケ中さんが一人抜きいたしました。さあ次は川島さんの今日は黒いザンギフですね。さあザンギとフェロー非常にこれはどういう展開になるのか。さあ手を出して、あしかしダブル A 開けるのうまいですね。で一回吸い込む。かなり有利な展開。さあ、しゃがみ蹴り。当てるよ。ああ、すごい。ダブラリでちゃんと当てて、1本取りました。2本目。さあ、ほんほんほんと。さあ、ザンギの方もしっかりとガードしている。出るダブラリーダブラリー。さあダブラリーやってる。さあここでめぐってここで少しダブラリーやってそこに誘って吸い込むところちゃんと見てる。ここでガードする。しかしここでさあレッカー当てる。さあほいほいほいと。さあ向かってる。さあさあダブラリー。さあここどうなる。さあ吸い込みたかったところをバニッシング出してしまった、さあ中さんが1本取りました。さあ、シャンデーパンチ。さあ、ヘイト、ヘイト。さあ、冷静な試合運びで中さんが二人抜きとなりました。さあ、次が、ロードさんになりますね。さあロードさんがここでおそらく S サガットだと思われますが、さあこうどうやって崩していくか注目ですね。さあ飛び込む受けかける。あアッパーカット出してしまって、ここでもう一回当てる。かなり苦しい展開。さあ手出して当てる。一回このようにタイガーショットを一回食らってる形でチームもう一回手を出してしまうところを飛び込むという非常にこの中さんのフェイドの誘いがうまいですね。さあ一本取りました。あ開幕でやってさあ3分の1いった。さあしかしアッパーカット。さあショットタイガーショットタイガー。さあここでタイガーを出したいところを飛ばされないように。しかしエスパー君が取る。ここでさあもう一回やって中さんがこれで3人抜けですね。じゃあ次俺ですね。こんばんは、セロテープです。まあ、連勝 2P 側の中さんのフェイロンに入ったのは 1P 側は辰俊さんの竜ですね。さあレック当てて中段から支援レック。さあやりたい放題な感じ。竜巻で脱出。さ
さあ勝利根元削りに来たところにリファイア、さあ真剣当たって1ラウンド目は中さん、さあ得意のジャンプチューブ当てて波動で固める、さあ前飛び通して竜巻も相打ち、ゼロドットから強気の波動で1ラウンド取り返す、さあ投げて受け身がない、台台でピュらなかった、そして強気の波動からレッグ3発当てて支援削り、さあすかされてレッカーもらって勝ったのは中さん、やられちゃいました。あしまった。さあ次は、ほぼ山本さんですね。さあほぼ山本さんのチュンリーと中さんのフェイロンですね、中さんが今のところ 1,2,3,4 連勝ですね。投げる、投げで投げて当てる、さあ転職客、さあこれはあー危ない、めかなり危険な展開で山本さんが1本取りました。ペルーで、さあで、フォアターとポイント、はい、アチョーと、いや、中さんのフィードを冷静に、あー、しかし、すごいすごい山本さんのチュンリー素晴らしい、今の本人もかなりびっくりしてる様子でしたが、いやでも素晴らしい、山本さん一人目抜きました。さあ次は歌舞伎さんですね。歌舞伎さんもフェイロン、さあフェイロン2連発、さあこれはどうなるか、さあ投げる、さあもう一回投げる、さあしかし出してしまう歌舞伎さん、フェイロンかなりうまいですね。で投げる、投げる、さあ素晴らしい、歌舞伎さんへ1人目抜きました。いや初めて歌舞伎さんのフェイルを見ましたが強いですね。さあ次はここでシャルさんがバイソンかベガ、シャルさんのベガですね。さあシャルさんのベガと歌舞伎さんのフェイルを、最高会社でさあ距離を出す、さあ2を出して、これさあシャルさんのベガがかなり速い動きでフェイロンを動かさせない動きで、さあカニ歩きで、さあここで近づいて、さあゲージが止まってる、あしかし当てる、さあしかしガードやって、さあここで倒れる、しかしめくってるところをちゃんと投げ返してシャルさん1本取れました。さあ中キック、さあ最高クラッシャー、シャルさんのベガがかなり冷静に締めて、さあ大キック当てうまい、さあシャルさんが1人目勝ちに行きました。次が青木サイクロンさんですね。さあ青木サイクロンさんがなんとここで出てきて
さあシャルさんのベガがどのように対応していくか、そうですね、シャルさんもですよねとおっしゃる通り、さあ青木サイトのさん、ザンギできました。さあこれは非常に厳しい戦いかもしれません。さあシャルさんのベガがどうやってこの青木サイクロンさんの非常に強いこのザンギを崩していくかは注目ですが、さあ吸い込んでもう体力がもうほとんどない、早い展開、厳しい、非常に厳しい展開。さあ結構しかも今のうまい、非常にうまい。さあ投げる、さあこれもう一回こぼせる、さあもう一回スポッとなって、さあ最高がしちゃってる、さあここで寒くかける、やってしまった。さあもう一回やって、さあ当てることない。さあ青斎さんが一人目勝ち抜きました。次が友澤さんですね。さあ友澤さんのバイソンと青斎さんのザンギですね。さあスクリュー1回目、よしよし、ダブルアレイ返す、さあヘッドを転ばして、速い展開、青沢さんのザンギ1本取りました。さあ2本目、さあダブルアレイ、キック、さあ吸い込む、さあダイソンのゲージが溜まってる、さあ飛び込む、さあ残りお互い体力少ないか、さあこれはかなりいける、限界、さあ素晴らしい、トマトさん1本乗りました。さあ3本目、ここで当てて、さあダブルアレイ出したで終わったところを当てる。さあ友澤さんのバイソンがかなり有利、ゲージ溜まってる、さあうまく誘い込んで、この仕組みのしかし手を出して、さあここで素晴らしい、友澤さん一人抜きになりました。次が花丸木さんですね。友澤さんのバイソンと花丸木さんの竜ですね。さあ、シートキック投げる、波動拳、さあ、大勝利、すごい、波動拳、シックハードで削って花丸木さん1本取りました。3本目、さあキック、さあファイヤーハードを転がす、さあダイキック、花丸木さんの非常に素晴らしいですね。さあ手裏剣、さあファイヤーハードを転がす、すごい、さあシンク、すごい、花丸木さんが勝ちまして取り抜きになりました。さあここで2周目で、さあエクスパーさんですね。さあこれは注目の竜ですね。エクスパーさんの竜も非常に強いんで、これはどういう展開になるか非常に楽しみですね。さあタイムカード、波動拳、さあ飛んでしまって処理拳、さあめくって尺にショーキック、波動拳、さあエクスパーさんがこれで波動を出しながら、しかし遠い花で、しかしこの誘いうまい、さあ勝利拳、さあ今度はエクスパーの王様がここでちゃんと誘って進化する、さあ波動を踏む、これは最後までわからない、波動拳、さあ勝利当てる、
よし飛んだ、すごい花丸さん1本取りました。これは攻防が非常に最後までわからないですね。波動拳、波動拳、さあ投げる、波動拳、さあ勝利拳、さあ打算機やってる、さあ中キック、中キック、波動拳、勝利拳、さあ心理的にはこれはケスパー様が花に言える、しかし今の中5層よくガードした、すごい。さあしかしここでやって、さあ足で出してしまって、今度はケスパーさんが1本取りました。さあ3本目、波動拳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 飛び込む、波動拳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 出す、さあ飛び込む、波動拳、波動拳、波動込んで、ドナード、さあドナード、さあ花丸さんが今のところ、しかし、しかし勝利拳、さあネクスカーさんのゲーム、この辺が非常に怖いところですね。しかし飛んでしまったところをサムダイパンチに今ついてる、さあほぼまだ分からない、ほぼ体力が同じ、さあさあお互いどういう選択をかけるか、さあさあお互い止まる、さあこれ、ああ今のはうまい、素晴らしい、花丸さん素晴らしい。あさあここで次はネロさんですね。いや花丸さんの竜非常に強いですね。さあネロさんのガイルと、花丸さんの竜ですね。さあ開幕始まって、さあソニック当てる、さあ波動、波動拳、波動拳、波動ソニック当てる、さあ前を、さあシャネルダイス攻撃する、さあネロさんのものを、さあいいリフトアップと裏剣素晴らしい、これさあ波動とソニック、波動ソニック、さあゲージはお互い溜まってる、さあ飛び込み大キック見ましょう、よかった、さあしかし、さあ素晴らしい、さあ素晴らしい、さあ枠で、さあまだ分かんない、まだ分かんない、さあいける、あさあ投げました、素晴らしい。さあネロさんの外にか1本取りました。非常に見てて怖い状態でしたね。さあカネス、さあまだ分かんない、さあスニック、シキック、さあ立ち巻きやる、ソニック、シキック、ソニック、サンカード、サンカード、サンカード、さあソニックカード、さあ飛び込む、サンカード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 渡る、さあチャンダーマン大決定、さあおいしかしこっちね、さあ多層やった、さあサンカード、オーケン、サンソニック、まだ勝負分かんない、さあソニックカード、さあしかも投げて1本取り返しました。さあ3本目、ダメだ、さあこれね、さあキック、さあ今のソニックさせて竜巻、さあシャミダイ波動、さあ一瞬間を置いてからのシャミダイキック、そう昇竜拳、昇竜拳、さあ一生懸命も、しかし、しかしネロさんもセットカードしてる、しかしこれ、さあそこで、さあそこで投げる、さあいけるか、さあしかし間近でところを非常に惜しい。さあ花丸さんがこれで2人抜きでしたね。いやさあ次はセロテープさんですね。さあセロ様がここでどうやか、さあダブダブで中キックで近づいて、中キックで近づいてこうやって転ばせながら、さあ今の誘いはセロ様うまいですね。さあスノーの処理拳、ハイアードで飛ばす、課題キック飛ばす、波動拳、
素晴らしい今のお城さん一発取りました。4名ガブラリーで、チャンス1本吸い込む。さあ、セロさん、これはかなり精神的に有利な展開。さあ、転ばすもみもみして、そう吸い込んだ。ここを勝利キャッテル。さあ、ファイアード。さあ、これでガブラリーやる。さあ、これさあ、あっと今のリード。さあ、これさあ、素晴らしい、セロさんが勝ちまして一人抜きになりました。素晴らしい。次が、中島さんですね。素晴らしい、今のセロさんの1本目と3本目は素晴らしかったですね。さあ、ここで、中島さんの本田ですね。これはこれはかなりの大きな試練かもしれません。これは非常に厳しい戦い。さあ、張り手と蹴りのこのものすごい壁が。さあ、転がす。さあ、いや、何度見てもこれは非常に見ていて厳しい戦い。さあ、ダブラリー。ああ、しかしダブラリーだ。さあ、これいいぞ展開。さあ、これああ、ダブラリーをやしてしまった。さあ、2本目。さあ、ここでドスコミって、そこでもう一回スクリュー。さあ、ここでもう一回やるか。さあ、もう一回やる。これ、しかし、当てる。ダブラリースクリュー。おー、素晴らしい、いい展開。やっぱりさあ、セロさんの波に乗ってるこの状況の中でいるか、それとも中島さんが強靭なこの本座で勝ち抜くか。見ていて怖い攻防。しかし素晴らしいスクリュー。さあ、ここでサポイント。ああ、吸いたかった。しかしさあ、ここで当てる。さあ、転ばす。さあ、ダブル当てる。さあ、いけるか。ここでしかし中島さんのこの選択肢が非常に怖い。さあ、落ち着いてと言ってしゃがみ大蹴りを当てて、スロテープさんが2人抜きとなりました。さあ、次がスーさんですね。さあ、ここでスーさんはおそらくダルシムだと思いますが、S リを出すとS リとスロ様が願っておりますが、おそらくスーさんはダルシムだと思います。スーさん、いらっしゃいますか。さあ、ここでスーさんが出すのはダルシムか。セロさんは S リを希望しているが、さあ、スーさんがさあ、100万ドルの笑顔でここでダルシムを選びましたしかもこのようなさあ、前回のさあ、前々回の優勝した時のこの色。さあ、これは非常に、さあ、セロさんに頑張れ。さあ、しかしこのスーさんのダルシムは非常に強い。このまさにこれは本田戦といい、これはもうすごい大試練となりましたね。あー、一方的な距離を離すこのスーさんのダルシムで強いですね。さあ、2本目。さあ、神子のところをファイヤー出してしまって1本で、さあ、ここからセロさんが精神的に良いか。さあ、ここで飛び切れ。さあ、もう一回。さあ、ヨガテレもしかし転ばす。さあ、ここであーっと吸いたかった。しかし、さあ、セロさん頑張れ。さあ、この距離をどうやっていくか。さあ、いけるか。ここでダブラリーで、さあ、ここでうまく近寄ったか。あー、燃えてしまう。ボボボボボボっと燃える。怖い。いやー、惜しい。いやー、さあ、これでスーさんが一人抜きとなりました。
次が破天荒さんになります。破天荒さんですね。いやー、セロさんの先ほどの試合、非常に惜しかったですところですね。さあ、ここで破天荒さんの竜ですね。これも注目ですね。さあ、開幕ファイヤーでこぼして、さあ、かなりいい展開。さあ、中高生こぼす。さあ、さあ破天荒さんね、最初のこの開幕でかなり精神的有利だったと思います。さあ、しかしこう距離を離す。さあ、竜巻をやる。さあ、相手を動かして、手足を出すこのスーさんのダルシム、非常にこのマイキックを動かすっていうところがスーさんのダルシムのうまいところですね。さあ勝利、さあさあ今の冷静に見て波動を当てたの素晴らしい。さあこの波動を見てからこのドリル、さあもう一回ドリル、メガファイヤー、あしかし当ててもう一回当てる。さあスーさんが安定の2人抜き。さあここでペルオさんですね。さあペルオさんがバイソンなのでしょうか、それとも別のキャラでしょうか。さあさあバイソンですね。さあ注目ですね、ペルオさんのバイソンとスーさんのダルシム。さあこう飛ばす。さあ、スリーを当てる。ああ、当てる。やばい、これは。さあ、ゲージ止まる。さあ、非常に分かんないぞ、展開が。おお、今の立ち上がり、当てるの素晴らしいですね。ペローさん、1本取りました。さあペローさんのこのバイソンのこの手足の伸びに対してのスーさんのこの巻いてきて、あーおーっと怖いな、さあ怖い、あーそのヘッドをね避けたところもさらに読んで、さあこれでペルオさんがバイソンが勝ち抜きましたが、ここでまたもや川島さんがダルシムを出されるのか、それとも別のキャラなのか。さあダルシム2連発か、あっとダルシム2連発ですね。これはペルオさんにとっては非常に試練となりました。ウガファイヤーで、さあこの川島さんのダルシムは攻めるダルシムを、さあこれですね、これが川島さんの怖いところですね。突然のオリジナル三段というかすごいですね。さあペローさんがここでもう、あーしかし飛んでしまう、踏む、さあこれ投げる、あー当てる、もう一回飛ぶ。あーすごい、ちょっと認めてしまいました。川島さんが今勝ちまして、次がロードさんですね。相手に攻撃の出すタイミングも考えさせないこの川島さんのダルシム。さあロードさんがここで青パン S サガットですね。さあ川島さんのサガット、これはさあ心情的には頑張ってほしい。さあショットとファイヤーの
すいません。あードリュー、さあパパと出してしまう。そう投げる。最後あー今の一瞬置いてたのがいいですよ。特技で先を当てるシャーコロボス。さあ相手に攻撃を出していって何かしらの動きをさせてとどめを刺すという、この川島さんの動き、非常に相手側からすればつい手足を出してしまう動き、素晴らしいですね。この川島さんのドレッシングのこの速攻ですね。さあ川島さんのユーザーがロードさんも頑張ってほしい。さあ手を出したところは足を出してそこで打ってかかないですからガンファイヤーをやって川島さんが勝ちました。次は自分ですね。頑張ります。はい、じゃあ変わりまして達俊さん HP 側ですね。すいません、ちょっと喉がだいぶやられてましてお聞き苦しいかもしれませんが、さあ 1P 側が達俊さんの竜緑色ですね。 2P 側がカワシム。さあファイヤーもらって画面端竜巻でラスト試みるも逃がしてもらえないけど陣地は結構稼いできたか。さあ普通に竜巻大竜なので結構削ってますね。さあ削り圏内高橋も竜巻に一切引っかからずに綺麗に処理した形。さあスラからのセルドリー耐久スラからフレイム燃やして、さあ打ち合いからバカになった。大足だけで済んでちょっとよかったか。ドリル当ててドリル当ててドリル壊しインフェルノ下がったな。カワシムあーとしか言うから、これでカワシムさんが1,2,3 人抜きですね。次が中さんのキャミーですね。さあ中さんのキャミー、さあダッシュで動かしればキャミー非常に人によっては苦しいと思いますか。さあこれ、さあこれです。これぐらいのこの投げが、すごい。ああしかし今の読んで素晴らしい。川島さんのダレシも1本取りました。さあ取り込んで投げる。川島さんがこれで、1,2,3,4 人抜きですね。さあ次は山本さんのチェリーですね。さあ山本さんがここで大逆転を見せるか。
させないっていうですね。どうする？これ分かんないけど。ああ今加減をしてたんだよね。ああどういけるかもしれない。ああゲージ張ってるぞ。ああ非常に怖い展開でしたが。完璧になりました。さあ山本さんが1周目についてまた非常に素晴らしい注意を見せてくるのか、それとも川島さんがこのまま5人抜きされるか。次が歌舞伎さんですね。さあ歌舞伎さんが、バイソンだと思います。バイソンと川島さんのダルシムですね。さあ、出す。あ、いや、さあ素晴らしい今の。しかし、川島さんもなんかガードする。あー、後ろでした。さあ、サルさんがセコンドですでも非常にこの防御の展示でどこかで手足を出してしまう、それに能力の方を得ないかと思わせるようなこの川島さんの前に積極的な攻め、非常に素晴らしいですね。あ、これですね、恐ろしい。さあこれで川島さんがまた川島に行きました。次がシャルさんですね。シャルさんが剣でなんと1本取りました。なんとさあシャルさんはいろんなキャラ使って非常に強い。勝利をぶっぱだなと。試合中になんと川島さんが勝利をぶっぱだなと言ってこいつに心の名前出さないで、まさに今パーフェクトで1本取りました。さあこれはさあ3本目となる。相手の癖を読んでしまって安定の勝ち抜きですね。次が青斎さん、青木サイクロンさんですね。さあ青斎さんのガンディと、川島さんのガンディですね。
渋さんも誰しも誰がバケットさんが青山さん頑張ってほしい。さあ、ショーテープさんがセコンドについてで的確なアドバイスを送ってくると思います。さあ、おこぼし頑張ってほしい。さあ、次は友澤さんですね。これで一応2周目終了となります。さあ、友澤さんのベガですね。川島さんがこれで8連勝となりました。あ、はい、いや、2周目これが最後のプレイヤーですね。花丸木さんの、竜ですね。さあ、1周目で素晴らしい活躍を見せていただいた、花丸木さんの竜。さあ、さあ、これは花丸木さんの勝ちの可能性もかなり思います。さあ、チェキ車の前、そこで早く投げる。さあ、今の竜が、さあ、足を抜け、さあ、いける、さあ、いける、ああ、ショーキックやって素晴らしい。花丸さん1本取りました。勝利券、大勝利。さあ、インフェルノで1本取り返しました。あ、素晴らしい。さあ、しかしセクター投げる。さあ、ファイヤード。さあ、ママルチも、おー、今のすごい。さあ、さあ、でもいける、いけるか。おー、勝利、素晴らしい。花丸木さん、素晴らしい。さあ、これで
今まで来たんだ、何連勝かで。さあ、花丸さんがここで何連勝かで、2位が決まります。さあ、再びエクスパーさんの竜と注目の対決。さあ、ファイヤードで、さあ、面白い。さあ、今の進行を読んでる。さあ、真空当てる、すごい。さあ、しかしエクスパーさんも大勝利当てる。さあ、ここから、ここから2人の同級キャプテンか、非常に最後まで読めない。波動拳、波動拳、波動拳、チッキック。さあ、あー、今のは非常に、なんと言えばいいのか。さあ、しゃがみ大キックパンチ。お互い非常に先を読みながらの攻防といいますか、非常に似たようなタイプといいますか、非常に見ていて手に汗握る素晴らしい竜竜の対決ですね。さあ、シンク止まってる、お互い止まってる。さあ、シンクガード、シンクガード、波動拳、波動拳、まだ分からない。さあ、まだ分からない。さあ、花丸さんの狙い通り、素晴らしい。さあ、しかし大パンチ果たして、さあ、これ、ああ、すごい。さあ、エクスパーさんが勝ちました。いやー、しかし花丸さんのこの竜、非常に素晴らしい、素晴らしかったですね。じゃあ決勝は川島さんのダルシムと中さんのガイルとなります。川島さんのダルシムと、中さんのフェイロンとなります。第53回四季の細道決勝戦、始めたいと思います。1P が川島さんのダルシム、 2P 側が、中さんのフェイロンとなります。非常に注目の対決です。さあ、3先、さあ、開幕第1試合目。さあ、フェイロン飛び込むところ、川島さんが間をキープして手を出させる、この戦法、あー、安定してますね。さあ、コーバス、さあ、サンコーバス、少しお互いゲージがほぼ同じ。さあ、 今のいい展開。さあ、まだ分かんない。あー、今の読んでドリルで川島さんが、1試合目勝ちにしました。さあ、第2試合目。さあ、オーバーファイヤーで攻める。さあ、
これによってそこでスペースとやってはいほいほいと、今の安定な攻めで川島さんが1本取りました。ここで開幕を投げる、さあ4番ファイヤー、4番ファイヤー、うわー素晴らしい安定の攻めで川島さんがリーチですね、2勝となりました。さあ次の試合で川島さんが勝てば優勝となります。さあここそれとも中さんのフェイロンがさあ逆転でなるか、さあヨガファイヤーフェイですけど間をキープする、そこに投げる、あー素晴らしい。さあ川島さんがこれでリーチですね、すごい。さあまだわかんない。さあ中さん頑張れ。ちょっと投げる。うわーすごい。第53回四季の細道優勝者は、川島さんのダルシムとなりました。おめでとうございます。優勝ですね。一言。いや、今日は安定したダルシムで素晴らしかったと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。川島さんのダルシムは間合いキープがすごい。もう、見て。フェイロン側は、いかに間合いを詰めて、フェイロン側の間合いで戦っていくかってなって、開幕の距離がギリギリ、ダルシムがこう、ギリちょっと有利かなぐらいの距離で、それより一歩近づいていかないと、フェイロン、なんか個人的に見て思うのは川島さんのダルシムの第一印象がものすごい攻めのダルシムだったので、今回見てて攻めながらも必ずキープする部分がよりそましたなっていうか、素人的な意見ですけど素晴らしいなと思いました。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。本日もご視聴ありがとうございました。毎週金曜日、このように対戦会と、四季の細道の大会を行っております。ぜひとも、お誘い合わせの上、ご来店いただければ嬉しく思います。では野試合をやりたいっていこうと思います。今日もご視聴ありがとうございました。Fire!
Let's go!
Tiger!
ああ、そうしましたら23時になりましたので、今の試合、この試合ですね、終わり次第そのまま放送はいつも通り切っちゃいますので、よろしくお願いいたします。今週もお疲れ様でした。また来週も同じ時間で放送いたしますので、よろしくお願いいたします。ということで、ちょうど終わったのでこのまま放送切ります。それでは皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。失礼いたします。